京急直通列車、または京急直通車とは、中華人民共和国北京市と香港急流暮れない駅を結ぶ優等列車である。北京西駅甲州東駅間の中国国内区間は毎日運行されるが、2日に1回香港まで延長運転される。京急直通列車の前身となる列車は、北京甲州間で運行された47、48次列車で、 京光線で運行される列車の中でも歴史の長い列車である。急流直通が開始されたのは1997年5月18日で、乗務員は公衆鉄路集団公衆客運団が担当している。北京西発急流行きの所要時間は23時間53分。使用される列車番号は Z97 時であり。 九流発北京西域の所要時間は23時間36分で使用される列車番号は Z98 時である。京急直通列車の運行距離は 2475km で途中傾向線、甲信線を運行して香港に入り、香港内では東鉄線を経由する。その経路は北京市、河北省、河南省、湖北省、湖南省、 関東省の六省市にまたがる。京急直通列車は、中国鉄道部や北京鉄道局から、文明主犯列車、全国衛星列車などの称号を送られている1956年12月に、行われたダイヤ改正で、武将北駅甲州駅を結ぶ29、30時、旅客時北使い車が、越幹線経由で運行を開始した。1五十七年十月、 武漢長江大橋が開通したことにより、京観線と越観線が接続され、京観線となった。そのため、1958年5月21日より29、30時列車は北京まで延長され、京観線を全線走破した。1959年に大規模なダイヤ改正が行われ、29、30時列車は列車番号23、 24時列車に改めた。1964年から1968年までの4年間、23、24時列車は運行区間が短縮され、定周高周間の運行となり、列車番号も81、82時に変更された。1969年のダイヤ改正で、81、82時時機械列車は、再び北京まで運行されることになり、 列車番号も47、48時に改められた。1981年のダイヤ改正で、47、48時時機械列車は、特械列車に格上げされ、乗務員の担当も北京鉄路局の担当となった。1980年代当時、47、48時列車は15、16時列車と、共に京光線の花形列車として運行された。 1990年47、48時列車の車両は2 5 a 系客車に置き換えられ、後に2 5 g 系客車に更新された。1995年47時列車の北京駅、公衆駅間所要時間は33時間31分、48時列車の公衆北京間所要時間は33時間43分で、共に始発駅を夜間に出発し、 3日目の朝に目的地に到着していた。翌1996年1月21日、47、48時列車は始発駅を北京西駅に変更し、出発時間が7分早まった。北京西駅の京急直通列車用、乗り場エンジュ樹齢トンネル付近を走行中の昇山旧型、電気機関車牽引 Z98 時列車。 九流包み駅を通過する商山八型電気、機関車牽引の京急直通列車1996年7月、香港返還によって、中国本土香港間の移動需要が高まることを予測した北京鉄路局は、京急直通列車の運行開始を計画していることを鉄道部に報告した。同月、上海市人民政府は、鉄道部に対して、 上海九流間の特快列車運行開始について所管で問い合わせた。1996年8月、鉄道部は専門チームを立ち上げて、香港の急行鉄路講使と複数回にわたって交渉を行った。1997年3月26日、当時鉄道部部長であったハンヒハマは、北京、上海、九流直通旅客列車運行開始に関連する。 諸問題についてという報告書を国務院に提出した。これに対して国務院は迅速に対応し、北京、上海、急流直通旅客列車規則と北京、上海急流直通旅客列車規則実施最速などの取り決めを迅速に批准した。そして北京鉄路局に対して1997年7月1日の 香港返還前までに京急直通列車の運行を開始するように指示した。1997年4月1日、鉄道部は第1次大日下げ速を行い、47、48時列車を九龍駅まで2日に1回のペースで延長運転させ、列車番号を97、98時に改めることを決定した。しかし、 この時は京急直通列車運行開始の準備が整っていなかったため、依然として甲州駅までの運行とされた。5月12日、京急直通列車の切符が発売され、そして5月18日、京急直通列車及び高級直通列車の運行が開始された。1997年5月18日午前7時30分。 第一列車である九龍駅九十七時京急直通列車が北京西駅を出発した。記念式典では当時の国務院員副総理であるご報告がテープカットを行った。第1列車は翌日の午後1時10分に九龍駅に到着し、その運行時間は約30時間であった。翌5月19日午後3時には九十八時列車が九流駅を発車して、 北京に向かい、翌20日午後8時55分に北京西駅に到着した。運行開始当初の京急直通列車の乗務員は、北京鉄路局北京再客運団が担当し、車両には1997年当時の最新型である 25KK 客車が充当された。停車駅は、石火荘駅、邸州駅、新用駅、観光駅、武将駅、調査駅、 小石駅、広州駅、広州東駅、常平駅の10駅で、常平駅では約1時間停車し、その間乗客は荷物を携帯して、一旦下車し、中国の出入国審査を受けた。1998年10月1日、第二次大日下げ速が行われ、列車番号が、K97 時、K98 時にそれぞれ変更され、 さらに2000年10月21日には、第3次大日下げ速が行われ、京急直通列車は、快速列車から特快列車に格上げされ、列車番号も T97 時、T98 時にそれぞれ変更された。この時の改正で、石化総駅と甲州駅は通過となり、京急直通列車の北京西急流間の所要時間は、約28時間に短縮された。 2003年10月1日に北京西駅出入国旅客ターミナルが完成し、乗客はそれぞれ奇襲店の駅で出入国審査を受けることになった。これまでは東岸駅で核検査を行っていたが、乗客は東岸駅で一旦下車する必要がなくなったため、京急直通列車の運行時間は1時間近く短縮された。これ以降、九流へ行く乗客は、 北京西駅での出国審査後、中国をすでに出国したことになるので、急流域の車両は厳重に封鎖の上隔離され、途中駅での下車は認められなくなった。2005年、北京再客運団と北京客運団が合併したことを受け、京急直通列車は北京客運団の乗務員が担当するようになった。しかし2007年9月25日には担当が 公衆鉄路集団公衆公新鉄路、株式会社高級客運団と車両団に変わり、現在に至っている。2006年10月より、上海鉄路局と旧公鉄路公衆は、個人旅行者と家族旅行者を対象とした割引運賃制度を開始した。これは、切符購入時に帰りの切符も同時に購入することで10%割引するというもので、さらに換算期には、 個人客で20%、4人以上の団体客なら、最高で40%まで割引され、片道ギップでも10%割引されることになった。この割引制度は現在でも続いている。2007年4月18日、第6次大日下げ速により、京急直通列車の運行時間が、約27時間から約24時間に短縮された。 その翌年の2008年1月1日、京急直通列車の車両と牽引する機関車が更新された。甲州東急流管の牽引機関車は、昇山8型電気機関車に更新され、最高時速 160km となった。客車は、調査車両団から転属してきた 25TK 客車に置き換えられ、もともと使用されていた 25KK 客車は、 ふふホと鉄路局に転属となった。2008年1月27日、中国雪害の影響で、1月26日に、九龍到着予定の T97 次列車は、調査駅で長時間停車を余儀なくされ、27日午後1時に、丸1日の遅れで、九龍駅に到着した。この時の T97 次列車の運行時間は、北京西駅から50時間に及んだ。 2009年4月1日のダイヤ改正で、京急直通列車は京高線内で、時期立つ特快列車並みの時速 160km 運行を開始した。これにより、北京西九流間の運行時間は、九流行きが23時間48分、北京西行きが23時間36分となった。2014年12月17日、T97、98次列車は、 直立特快列車に格上げされ、列車番号も、九流行きが Z97 時、北京西行きが Z98 時に改められた。元々の Z97、98時列車は、Z196、197、Z198、195時列車に列車番号が変更された。2008年1月1日に北京西甲州東間は、 小山旧型電気機関車に置き換えられた。なお、一時的に、東風11型ディーゼル機関車が用いられたこともある。2008年1月1日以降の編成は18、両編成で、高級南伏せ車、南伏せ車、高伏せ車、食堂車及び荷物車からなっている。そのうち香港まで運行されるのは11両で、高伏せ車5両、南伏せ車3両。 高級南伏せ車一両及び食堂車と荷物車からなり、その定員は376人である。北京より給料は、甲州東止まりの中国国内列車で、香港行き車両との行き来はできない。そのため、給流まで運行される日は、中国国内区間のみを利用する乗客は、食堂車に立ち入ることができず、教職サービスは、 社内販売のみとなる。2015年7月15日現在、価格は香港ドルで記す。京急直通列車の切符は60日前から発売され、高級南伏せ車は北京西駅と急流駅でのみ購入することができる。なお、中国鉄路走行師の切符販売システム上では、京急直通列車の急流直通の編成と、甲州東止まりの編成は、 明確に区別されていて、公衆東止まりの編成は、列車番号通りの Z97 であるのに対して、急流直通の編成では P97 が用いられる。しかし実際には、駅の窓口以外では、急流直通の編成も Z97 の列車番号がそのまま使われている。ありがとうございます。